阿蘇の特産である阿蘇トマト、桃太郎の出荷が始まりました。トマトは阿蘇市と産山村からこの JA 阿蘇町野菜センターへと運ばれます。現在トマトの栽培者数は147名で、毎日採れたてのトマトがたくさん運ばれ、選果場で働く人たちは手作業で選別と梱包を行います。梱包されたトマトは主に九州へ出荷され、その他山口や大阪にも出荷しています。今年は6月7日から11月中まで稼働する予定で、予定出荷数は380トンとなっています。